ごい邪魔なとこ、ね、すごい背中何これ、倒した倒したから倒したから倒したから、ひめちゃん、ひめちゃん、ひめちゃん、ええよっつって今ひめちゃんタイム、ひめちゃんの目映ってた今、すごいないやいやいや、微妙に倒さへんだ、倒さへんな、似合ってんな。おみーちゃんどこ行った、どうした、どっか行っちゃった、ひめちゃんそこ座っとき、そこ座っとき、おいいね、おいいね、はるよちゃんが遊びに来てます。はい。はい、受験の人もご存知。ニコのはるよさんです。はい、ニコのはるよさん。ニコのさん。ニコな。そう、今日はなんか何リハやってた。なんかこんなん。今日リハを。新斎橋に来てたから呼び出しを食らいまして、はい、鍋を食べに行ってまいりました。火鍋を。火鍋。美味しかったよね。美味しかった。食べ放題。なんかあの、うん、名前のわからんホルモンいっぱい食べた。何あれいいとか千枚とかあれ千枚やな、千枚、千枚いっぱいなんか種類なかったの、あったあった、色が違う、場所種類ぐらい違うかったね、うん、はい、であの今家に来たって感じです、はい、以上です。今日はこれね、あそうそう、これこれなんか松ヤニをそう試してほしい、試してほしいっていうの、私の2個を作ってる日本人のね、うん、西野和弘さんっていう人がいて、そうそう、ジャッコーとコーリン、寂しいと光そう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 ね、ちょっと試してみますわ、うん、これ、うん、もうなんか今最近新しい松ヤニいっぱい試してるからね、なんか急に松ヤニが充実してきてる、うん、うん、そうで、その2個作ってる人がこれでいいん、これこれ締めんの、どうなんかあるん、締め柄、これ分からんな、これでいいんから締め方が分からん、ね、そうでも最近松ヤニも作り出してまあそれは松屋根大事やからな、うん、でも松屋根作るっていう意味が分からへんねんけど、まあでもそのそうやね、楽器作るのと松屋根作るのは全然違う鍋とか使えそうやな、そうやろ、うん、そう、木じゃないもんな、だってそもそもな、そうそうそう、そう確かに弓も作ってはんねんけど、いろいろ作りたい人なんやな、もともとあのそういう、うん、例えばジブリの森美術館の内装を手掛けた人だね、ああなるほど、そういう系の人で、木で何か作るとか、うん、鉄で何か作るとか、昔は青山のクラブの内装したりとか、ああ古く見せるとかそういうのもできる、そういうわけではないの、なんかちゃんと作るってこと、ギンギンギラギラのとかをやってる、まあ、内装のデザイナーデザイナーやねんけど、うん、お母さんがなんか中国系の血があるらしくて、うん、で家に古い2個があってんて、うん、でそれを修理しようと思ってしだしたのが、うん、でも自分でやろうみたいな、でも自分で作り出しちゃったみたいな、それが十何年前やねんけど、はあはあはあ、でその頃にあのもういわゆるミクシーですよ、ミクシーミクシーで、うん、ミクシー私を見つけてくれて、ほうほうほう、まだまあそのプロになるかならんかぐらいの時やねんけど、うんうんうん、なんか商売人の匂いがしたらしいそれは正しいよな、私に、うん、正しいよ、正しいよ、で私に、うん、あの2個作ってるんやけど弾いてくれへんかって連絡、うん、が、はいはい、でそれからのお付き合いで、なるほどね、うん、そうそう、いろんな人がいるんじゃないですよ、でバイオリンの松屋にも最近作ってんねんけど、うん、誰か、うんうんうん、使ってくれへんかなって、その感想とか聞かせてくれへんかなって言うから、もうこれはもう最適な人がいますよと、うん、あっちゃこっちゃな、新しい製品手出すからね、そうそうそう、まあ、使ってみます、はい、うんうんうん、はい、でもぜひということで怒られてきたんで、はい、ちょっとまたスタジオ入ってじゃあ使わせてもらおうと思います、はいね、はあ、今日はほんで鍋食べに行ってな、うん、鍋あの辛くない方の鍋やったね、なんかな、辛いのもできんねんけど、うん、そうすごい、でそのあそう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 、ね、そう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 、こういうやつね、そうめちゃくちゃラム、そう羊を食べました、なんか選べんねんな、はい、牛肉と牛か豚かラムか、そう、うちのめっちゃ近所やってそう近かったね、近かった、うん、どこ圏内、うん、でもそのなんかもうそのラム美味しいなとかが入ってこんぐらい音楽が気になったなあれなんやろな、んやろな、あれは斬新やったな、サビだけが延々、そうずっと同じ曲のなんかサビ部分、サビ部分っていうかもう何なら4小節ぐらいそうそう延々とつなぎ合わせてるなんか音楽みたいな、あれなんやったんやろ、なんかシャザムしてんけど、ああ曲、うん、曲は分かったやんな、これでもさ1分半ぐらいやな、
短い曲やな、これここがずっと、ここをずっと、この終わり方もなかったよな、終わり方これじゃない、このコードじゃなかった、ここじゃなかった、うん、ずっとワンコードで、あの ずっとそれが私らの何分1時間ぐらいおったっけな、おったずっとそれやってん な, なかなかの耐久やった、苦行やったな、うん、あれ面白かったね、なんかね、あこんなんあんねんなみたいな、終わったか思ったらまた始まるんですよあれはなかなかね、あの印象深かったね、うんうん、なんかあれは何、中国料理としてああいうのがある鍋屋さんみたいなのがあるとか、火鍋あるある、火鍋屋さん、うんうん、あるもんね、火鍋って書いてんもんな、あちこち、うんうん、そういうことか、うん、でまああのなんかそういう、なんか石やねんな、好きなやつを取ってきて野菜と肉とみたいな感じ、なんかね、あの惣菜みたいなのもいろいろ置いてたね、うん、タレとかもいっぱいあって、タレがすごいよね、いろんな種類が置いてあって、これはなんだみたいなのが、そう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 、それを自分で調理して、まあ、あれか今そうやね、しゃぶしゃぶ屋さんとかもあるもんね、あのスタイルやね、それの中国バージョンっていうか、美味しかったですよ、面白いよね、お腹いっぱいになって今ね、だいぶ眠い感じで2人ともね、お腹いっぱいになってきたさあ最近どうですか。最近、うんうん、最近はね、チキンジョージの、あそうですよ、ワンマン終わったところでお疲れさんでございました。ワンマンが終わって10日ぐらい経ってて、うんうん、まあ、疲れは取れてるけど、なんかまだなんかちょっとこう日常に戻ってない、すごいだって頑張るもんな、それに向けてな、あのいろいろな、うん、そう全部やってるから、企画を、うん、全部やってるからさ、うんうん、えらい、そうそう、あでもね、うん、それの動画を8カメぐらいで撮ってもらって、うん、8カメで撮った、そう、うん、でめちゃくちゃええ感じに編集してもらってんのよ。おうおう、それをそ、ね、あの販売を始めましたので、あ始まったらよかったら皆さん、はい、ぜひぜひ、いやぜひあの、はい、私のホームページの、あホームページから飛んでください、はい、ショップから飛んでください、すごい見応えあると思います、うん、あの受験でしょ、受験やで、受験のツッツが、ツッツと私で、うん、あツッツがあの私のバンドに、うん、そうそうそう、ツッツは一緒にドレンって弾いてますけども、うんうんうん、1曲があのデュエットしております、あデュエットしてねって、ツッツが歌ってます、あツッツが歌ってる、そう、うん、これはなかなかレア画像、レア レア動画やと思うんで、せやなツッツが歌うのはな、うん、なかなか面白かったよ、ほんまにツッツはなんか別にあの日焼け止め塗ってたのに今年も焼けたという塗ってんの、ね、日焼け止め塗ってるとか言えば日焼けはちょっと気にはしてるのに、あ そ, うなんでそんなになってる、焼けに行ってるわけじゃないのに、海とか行ったわけじゃないのに焼けたと言ってましたよ、まあ、なんかまあ焼けやすいよね、そうやな、きっともうそ、うん、こう光を取り入れてんのよな、きっとな、うん、黒いからな、黒いからそうやな、あいつは黒い、黒いな、確かに、うん、そうやな、もうあれはもう地黒やな、地黒や、ね、完全に地黒、そうそうそう、でもめっちゃおもろい事件もあって、うん、ほう、私がツッツに勧めた、うん、あのちょっと底が光るスニーカーがあって、おうおう光るスニーカー、これめっちゃええやんツッツ、うん、こんなんあったでって言って送ったら、うん、即買いよって、おうおうおう、ツッツが、そう、ツッツが買いよって、うん、で、それが、おうおうおう、電話かかってた、出ますか、で出ません、あ出ません、保険の勧誘やん、OK だよかったよかった、そう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 、あのカード会社の保険の勧誘、保険の勧誘そうそう、で、あの入り時間が早かったんやけど、うんうん、電話かかってきてツッツから、うん、ね、どうしたんって言ったら、ちょっと靴底剥がれてさ、おうおう、その光るやつが、うんうんうん、駅で靴底剥がれたらしくて、あ歩いてて、歩いてて、両足履いとったんや、そう履いとった、うん、そうそう、両足、うん、もうそれは外せるようになってるやつやな、じゃあもうな、その日に下ろしてんねんで、ね、靴それ履いてきたんや、うん、中華系のウェブで、うん、ウェブで買って、そう、外れたからちょっと遅れるわ言うてさ、どうやって来たん、ほんで靴下で歩いてきた他の靴はなかったよな、もうそれだけを履いてきたよな、それは困ったな、そうそうそう、ライブ用にと思って光るやつを履いてきたら外れたっていう、両方か、もうそれはじゃあもう弱ってるな、両方ともな、そでなんか外れたことあるけどな、あるけどな、私もあるけど、うん、何回も履いてからじゃない、そうそうそう、古くなったりとかしてな、そう、うん、そう、古かったんかな、古くない、多分あの元々ちゃんとついてた、甘かった、甘かった、なるほどな、へえそうで、あの取れるやん、取れて、うん、で困るやん、うん、で、あのドンキにさ一緒に行ってさ、うんうんうん、ボンド買ってつけたやん、まあボンドな、ボンド考えるわな、つけて、うん、まあ、今日ライブまで終わるまで持てばな、そうやな、つけて、うんうん、なんとかまあ持ってて、あライブはいけた、いけた、いけたんやけど、最後のアンコールで、うんうん、まあ、いい感じで外れたのよ、あ外れたよ、また足が外れた、そう、うんうん、外れたの片方だけ、うんうん、めっちゃおもろいやん、うん、で私らいつも花道作るの、あ、前にな、うん、花道作って、うん、花道にポロンって
あ、足だけ置いてきちゃった、その靴のヒールだけ、ここですよみたいな光ってる光って、うん、靴底が落ちてて、うんうん、でさそれがさ、うん、一番前に座ってたノリのいいお客さんがさ、うん、わーって振ったのよ。ああそうなんや、サイリウムみたいな、サイリウムみたいな超おもろかった。でどうやって帰ったん？あで結局また終わってから、うん、あのチキンの人に、ねうん、みんなでワイワイ言うてつけて、あつけてつけてもらって綺麗にまた直して、赤のガム手で貼って、また違うかっこよさみたいな、赤い靴やった、赤い靴やった、うん、全体赤かったから、うん、赤のガム手で綺麗に貼って修理してもらって帰った。なるほどね、買える靴もいるもんな。そうやろ、ほんまやな、靴底な、うわもろかった。最近でもこの辺結構靴底落ちてんだけど、暑いからかなとか思ったりしてて、その熱で、外も熱とかで、うん、まあでもその両方外れたやったらもともと弱いな、それはな。そうね、うん、あれはでもあの映像は世界初じゃん、靴、お客さんが靴底を、うん、こう靴底をこう振るっていう。それね、結構分厚いん、その厚底は、うんうん、ほな端あの片方なくなったら、じゃあだいぶ段差が出るやな、うん、出たと思うピカ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 光んねん、ピカピカ色も変わるし、あ色も変わんねん、すごいゲーミングシューズやな、すごいやろ。へえ、でもそう再利用できへんな、それ、うん、そんなことがありました。なるほどね、面白動画が、面白動画があるよな、本番ならと分からへんのがあるよな。そうそうそう、あるある、いろいろあるよ ね、いや大変やわあれ、自分で企画して全部やんのね、えほんまに、ね、ほんまに頑張ってます、はい、あいろいろ写真入ってる、かっこいい、かっこいい。今年はどんな服やったんですか？今年は、うん、お上ちょっと結構肩を出してる、黒のドレス、黒のドレスで、おもちろん谷間はがっつり、谷間もがっつり見せていく、こんにちは、よいしょ、はい、あごめんごめん、チク来ました。でかい、でかい、あ、松松、何キロある？いや最近測ってんか分からへん、でも6キロぐらいあるじゃん、5キロあるな、6で効かんやろ、うん、かな、6で効かん、だいぶでかい、松本家からやってきたちくわです。ちょっとあ姫ちゃんがカメラを倒しそう、ね、よいしょ、それはそれでおもろいけど、うん、みんなうろうろしております。そう、松屋にも気になる？何も映らへんけど、カメラの前で完全に、完全に姫ちゃんが、姫ちゃんが、姫ちゃん降りようか、なんかいろいろ気になる、なんか降りていこう、降りていこう、はい、猫が横切った、横切ったね、はい、あ、かわいいです。ね、なんかでこの間東京行ってたでしょ？東京行っとった、ね、うん、豆彦やな、豆彦行ってた、で私はその前も後も稼いでいくスタイルやから、うんうんうん、なんかワークショップやって豆彦でやって、うんうん、でまた翌日もみたいな感じでしたね、なんか毎日食べに行ってた、何かを食べに行ってた、うん、イケメン、イケメン、あイケメンシュラスコ、うん、イケメンシュラスコで肉食べ過ぎる案件、イケメンシュラスコ行きたい、イケメンね、なんか大阪とか神戸にもあるらしいからね、そこ、うんうん、ね、またね行きたい、ね、だアリグリアやった、アレグリア、なんかその名前やったね、アレグリア、ね、ちょっと大阪はどうなんやろ、あ全然違う方針やったら嫌やな、なんかすごい熟年のおっさんみたいなのがこうはいどうぞ、はいはいお待ちみたいな、来たらそうじゃなくてみたいな、あれ昔からあのハーバーランドにさモザイクってある、あモザイクある、あそこにシュラスコの店が昔からあるのよ、あそうなんや、そこはなんか、うん、あのちょっとブラジル人、あそうかブラジル料理やね、うん、あれな、うんうん、ブラジル人の濃いめのおじちゃんばっかりよ、なるほど、はいはい、うん、おじちゃんが出してきてくれる、いやまあもともと多分そういう感じでしょあの、まあ、その何バーベキューじゃないけどそういう感じで食べようみたいな料理でしょ、ね、なんかちょっと日本に来たらちょっとおかしなことなんか、ちょっとなんか色っぽいイケメンがなんかどうぞみたいな、そうそう肉を切らせる、なんかねちょっとそれをトングで使う、そう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 共同作業みたいな、なんかエロいことさせられてるみたいな感じで、まああのリーダーの松本さんはずっとソーセージだってあったんですけど、ずっとソーセージ食べてたけどね、ソーセージ好きやから、ソーセージ好きやからね、ほんまね、うん、食べてたけどね、まあ、そうね、そうそう、だからママヒコの後はそれ言ったね、まあ、東京飛行会とかやってた、そうそうそう、うん、うん、そうなんとね、東京はそのまあしょっちゅうしょっちゅう行かへんから、行くとなんやみんな集まってくれはって、いろ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 やっておりますよ、うん、まあでもこれ分からへんねんな、私はだからそのもうなんていうの、いろいろ調べたりしたい人なんよ、そのレッスンみたいなためにめちゃくちゃいろいろ事前に調べたり用意していったりしたい人やから、そうそうそう、だからもう曲をあの固定で、あの今日今回これやりますの枠、うん、今回なんかポップスやりますの枠みたいなして、もう曲を決めるんやけど、
その曲が難しくて結構そのなんか、うん、まあまあ東京はね何でも結構ハマ入るんやけど、うん、大阪なんかでやってもなんか同じ曲やってもめっちゃ来る時全然来おへん時とかあって、そういうことね、そう気があるかどうかとか、そうそうそう、あとほんでバイオリンの人っていうのは多分じゃあその今流行ってる映画の曲やったら来るかってそういうわけでもないみたいな、うん、うん、やポップスちょっとやっぱりあのなんかなんていうそのあんまりやり慣れてないから、うん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 、その教則本とかバイオリン教本とかで出てくるような曲やったらまあやるけど、うん、じゃあそのディズニーの有名な曲やりましょうかって言ったらそんな夏まらへんかったりもする、ああそうそうやん、そう、その辺が結構なんかまあまあ難しいと思うけど、うんうん、特に人気あるのは あのね、あのバッハのドッペルコンチェルトっていうのがあって、あのなんか2人のコンチェルトみたいな、なんかそれはみんなが憧れの曲らしくてどうやら、うん、それはねやると大概人集まる、へ、うん、かな、でまあ最どうやろうな、あのちょっとその、まあ、めちゃくちゃ初心者は卒業してそろそろ本格的にこうがっつり入ってくるんかなぐらいのところにある曲、うん、だからそんな全然あのプロとかは弾くには全然簡単、うん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 、やけどそのまあ初心者の人にはまだちょっと無理って感じかな、うん、うん、ね、曲でだからまあそうやね、第一段階の目標になるとこなんだな、なるほどね、うん、なるほどね、だからまあだからポップスの方でから入ってきた人は情熱大陸が多分そこの位置にあって、あ、うん、で、そうそう、クラシックもそういう感じかな、ちょっとまあ早くていろいろ弾かなあかんみたいな感じの、早めなんやね、早めやね、あてか、まあ、1、2、3楽章あって1楽章だけやねんけど大体みんな、うん、うん、まあ常に1楽章です、早めやね、バッハのドッペルゲンガー、ドッペルゲンガー、ドッペルコンチェルト、まあ、だ2つのバイオリンのためのコンチェルト、うん、そうそうそう、かっこいいね、なんか日本で 両方とも主役になるみたいな、なんか きれいにハモったりして、じゃあ2人でせなあかんとか、そう、2人でせなあかん、だからそれ非公開でやるときは1番バイオリンだけまず1個まめにやって、うん、2番バイオリンだけ2個まめにやって最後合奏みたいにする、うんうん、なんか合わす感じもあって楽しいだし、まあ、そこはいっぱい来るんやけど、まあ、私の感覚はちょっとおかしいから分かる、なんかこれみんな好きなんちゃうみたいな、なんかディズニーの例えばそのアラジンの曲とかさ、それ意外と遊ばれるから難しいな、なかなかね、へえみたいな、ジブリの曲やったらみんな来るかなと思ったらそうでもなかったりとか、うん、難しい、まあ、やっぱクラシック寄りの方が、うん、来るんかな、でも分からない、そもそも私にたどり着いてる時点でそんなクラシックにこだわりないはずやねんけど、どうなんやろね、その辺はね、でもやっぱり憧れはみたいなのがあるんちゃう、あるんかな、うん、いやでもなんかその難しいのがそのドッペルコンチェルトっていうのは要するに教則本に出てくる曲で、多分バイオリン以外の人はあんま知らん、初めて聞いたでしょ、いい曲やねんけど、いやそうやね、だからあのいわゆるそのバイオリン以外の人も知ってるバイオリンの曲って言ったら、でそのクラシックって言ったらチゴイネルワイゼとかさ、うんうんうん、G 線上のアリアとか、うん、あの辺、まあ、チゴイネルワイゼちょっと難しいんだけど、うん、G 線上のアリアとか、あとだろタイスの瞑想曲とか、はい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 、あんなんやってもあんま来おへんねん、人、あそう、うん、なんか教則本の曲めっちゃ来る、みんなだから普段やってるからよな、レッスンとかで、あだからバイオリン教本 1巻2巻3巻みたいになってる、そのみんながやってる曲の中の曲やると来る、みんな、へえ、うん、親しみがあるやつの方がええんか、なんか、うん、普段やっててとか、まあ、同じ教室の人がやってたりするやつは来るけど、そっから外れて、そういうなんていうの、あの、まあ、うちらがあの普段商品弾いてください言われた時に弾くような曲とか、おやじゃあやろうかっつってやったら意外と来なかったりするね、なんかその辺が面白いね、みんなどういう音楽の弾き方してるのかわからん、うん、あれかな、あんまりだからバイオリン、結構バイオリンにハマってる人っていうのは弾くことにハマってるから、うん、その教則本の次の曲が何とかそういうのにやっぱりハマってて、うん、そのバイオリン名曲集とかを普段聴いてる人とはまたちょっとずれてくるっていう、うん、かもしれない、弾くのと聴くのとまた違うね、うん、でその今流行ってる映画の曲とかそのドラマの曲とかをやりたいっていう人は意外とそのめちゃくちゃ初心者の人が多くて、めちゃくちゃ初心者の人は多分そういうのもともと聞いてて、私もバイオリン弾けたらええなとか思って習い始めるから、まだでもこっちがさまだ慣れてないからさ、そんなに弾けないからっていうのであるよね、うん、ね、難しい、なんかその辺が、いや分からん、私はもう一生分からん、その曲は難しいな難しい、今さなんか朝ドラでさ、あのさようならまたいつかっていうなんかあの米津さんの曲が流れてるらしいんやけど、それが比較的米津さんの曲の中ではそのあめちゃくちゃ難しいあのあれとかじゃなくて、こう頭みたいな曲で、うん、あの分かりやすそうやったから、私これ結構いけるんちゃうかと思って、そのアンサンブルクラスとかにさあの取り上げてこうやったらさ、あのいや私あれめっちゃいけると思って、なんならさちょっと難しい曲とか他にやってて、ちょっと休むつもりで口休めみたいな感じで、これじゃあ最後みんな弾いて終わりましょうみたいな感じで言ったら、なんかみんなが弾けへんかったっていうのがあって、この間 それがどこに引っかかってるんやろかって分からへんくって、難しかったな、なかなかね、ね、そうなんや、聞き
聞き慣れてる方は、いや分からんな、その辺はちょっと分からん、私の感覚はちょっとまたずれてんやろうけど、分からんな、うん、もう私も分からんな。昨日なんかその原田君におったから、うん、これなんでやろうな、みんな何がなんかリズムが難しいとか言うんやけど、なんでやろうって。リズムが、うん、でもそんなめちゃくちゃすごい大変な曲じゃない、うらうら鳴ってるとかいう曲でもないのに、ちゃんと頭ない、うん、なんでかなって言ったら、まずじーっと見て聞いてくれて、一緒に演奏してんけど、うん、ほんならまあそのなんかほわーっと数えずに聞いてたら、あここの2拍目裏から入るんやろなみたいに思っちゃうねんけど、実はずれてるみたいな罠がちょっとあるなって、だそこにみんながハマってて、 あれ入られへんかったみたいになってんのかもしれんなって言って。あでも楽譜見とったらわかるんちゃう。うん、そうやね、うん、ただなんかやっぱその前とかでバンとか言ってあの何こう何て言う決め的なんかあったらみんな持ってかれんねやろそれに頭。あその前があって休みがあって、で休みなら数えとかなあかんねんけど、数えてなくて次入るとこはあってなって、周りの人あるあるやで、ほんまあのなんかわーって弾いててジャンって弾いたらふわーってアホになんで、なんかてかどっちかというとずーっと弾いてることが多いからさ、周りの人は、うん、あんまり数えなくていいねんけど、そうそう、その間に小節ぐらいとかあったりするともう結構ふわーってなって持ってて次が数えられないとかな。うん、伸ばしでもこうなんか全球譜ぐらい伸ばして、うんうん、次入るやつとかもう入れへんかったりするな、なんか数えられなくなってる意外意外、なんかみんなな、うん、一生懸命、そうそうそう、拍として捉えてへんやろな、きっともうドとかレとかで見てんのかなって思う、うん、そういうことか。だからこうなんか音楽の中にはめてる感じじゃない感じはするな。それで時々私がなんかガチギレ来てて、あの全然別に私あんまりそんな生徒に怒ること全くないんやけど、あのなんかポップスだけたまに、いやっていうかみんな愛はないのかみたいな、なんか前も確かな、あのプリプリの M かなんかやって昔、めっちゃ夏メロで、はいはいはい、M なんかさもう、まあ、特にうちらの世代の人はみんな知ってるやろと思ってやったのに、ほんまに片言みたいになったんよみんなが。わかる。そう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 、音だけ、音だけやろ、そうそう、歌ってないんやろ、そう歌ってない、そう歌ってないというか、あれはなんて説明したらいいんやろな、なんかこうだんだん大きくとかあるはずやんか、うん、そういうのになんかほんまに音だけで、もう私がなんかすごい機嫌悪くなってきて、なんかいやっていうかさ、いやまあそうやけど知ってるやろこの曲みたいになって、うん、なんでそのなんかこのこ人差し指でこう弾いたみたいな感じになるんやと、対象語とか、あそうそうそう対象語とあるある、そうそうそう、3番4、2番みたいな、そうそうみたいだな。それは分かる、でもそれは中国人が無理やり知らん日本のポップス弾いてる時もある、うん、ああそうなんや、だからやっぱ知らんってことか、ノリを曲知らんし、曲知らんし、そのポップスのノリじゃないの、うん、やろうなきっとな、うん、多分変なとこにさ、うん、あの2個のさ、うん、テリッとか入れたりするさ、ああその中国では普通にあるみたいな、うんうんうん、気持ち悪いリバーブじゃないや、そうか、あれかその拳みたいなもんなんか、それはその手癖、手癖、そやな、うん、国の人が勝手に入れちゃうみたいなやつか、アイリッシュとかでもあるもんな、うん、それだな、うん、あそうか、それいらんねんっていうか、もっとあっさり行くとこやのに、うん、なんかこう妙に入れてしまうみたいな、そういうのあるんかな、やっぱだからまあ慣れてないっていうのはあるんやな、あんま聞いてないっていうのはあるかもしれない、うん、別に聞かんでいいけど、こっちの趣味やからな、わかるわかる、あそう、まあそれは逆もあるわな。あのクラシックのなんかノリみたいなのがあるから、うんうん、クラシックのあんま知らへん人がクラシックを弾いたらなんか変やなっていうのがあるよな、うんうん、あのちょっとあそこ伸び縮みするからさ、長さがさ、あれ気持ち悪いやろ、気持ち悪い、呼ぶやろ、いやなんかあんなもんやで、あれをそのクラシックだけやってる人は不思議やと思ってないところが問題やな、そうやん、え普通に弾いてますけどみたいな、テンポで弾いてますけど、お願いですからインテンポで弾いてます、いやあなたがインテンポじゃないってめちゃくちゃゆっくりしたよね今みたいな、うん、なんで勝手にそこ伸ばすの、そう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 、あれはなんかあれが普通なんだ、なんかいやどうなんかな、まあ、日本のクラシック業界においてはそうやな、そうね、だから、ね、あのやりにくい時あるピアニストによっては、いやだからそうそう、だからクラシックの演奏者があのによってる、足によってる、そうそう、あのクラシックの演奏者が弾く情熱大陸とかがちょっと微妙な感じになるのはあるな、無理、うん、無理いやだからね、たまにほら、まあ、そういうとかで変装してはったりするんで、あクラシックの人が弾いてるやつって思って、なんかね、欲しい願いをとかでも弾いたんでも、なんかちょっとちゃうなみたいな、そう、ちゃうねん、そう、あるある。あの、縦がちゃうねん。そう。私らとな。あるよな。なんかな、いや、もたつきはんねん。そう、あの、ピャーン、ねえ、ひめちゃん。わかる？わかるよな。回るノリがね。いや、でもね、その文化っていうのはあって、特にその、
ちょっとこう あとはその見た目の臭さみたいなも入れなあかんねん、クラシックはこう顔芸みたいな、もうなんかいかにもこうなんかノリに乗って弾いておりますみたい な泣きそうな顔とかせなあかんくって、あのあそう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 、こっち向いて弾いてるやつだバーリンここやで、こっち向いて弾いてるやつだ、いやいやそうやけど、そのいやそれのそのなんかピアノ業界で、うん、あのなんかピティナコンクールって言われるかな、ピティナっていうなんかその音楽コンクールでもういっぱいあのなんかグレードみたいなのがあって、うんうんうん、もうちっちゃい子からもうプロに至るまで、うん、そこで1位とか取ったらもうプロになれるぐらいの、そのなんかすごい賞があんねんけど、うんうん、その賞のピアノの人がもうなんかこういう感じやね、それやらなあかんねんって絶対もうこうやって弾かなあかんねん、終わった後はこうしばらくそう笑うてまうやろねそのなんかそのいやいたってその人らは真剣で、しかもそれをやらへんと入らへんみたいでしょうが、だからもうそのようにもう完全に育て上げられてきてんねんけど、もうすごく気になります、私あれこの動きいりますかと思っていらんと思う、うん、だからまあだからそのピアノもそんな、まあ、ピアノは人数多いからだけど、バイオリンなんかもまあそういうのあるよね、まあ、こう絶対やらなあかんねん、エレクトーンのさ気持ち悪くなるよな。じゃあ分かる。エレクトーンってあれほんまに分かりにくい楽器や。うちらほら、うん、弾いてるとさすごい派手やから、うん、なんかやってんなと、うん。エレクトーンってほんまさ音もほんでピアノでもないしさ、うん、何の音出してるか分かれへんから。ものすごいことやってんねんけどな。いやそうすごいことやってんねんけど、こっち側でそのほら結婚式とかでこっち側から見たらまあ言うた箱があるだけやんか。だから分からへんから頑張ってんだよな、うん、きっと。なんかやってるよっていうのすごいもうめちゃくちゃ分かるわ分かる分かる分かる、あのノリやあのノリ。ある謎の。あれはちょっと確かにあの見た目が分かりにくい楽器やもんね、うん、ね、ゆみちゃん人気分かりにくいって言えばさ、うん、DJ って何しとうか分からないな、 でもこの間、うん、DJ ココさんっていう人のプレイをほんまその目の前で見れたのよ、うんうん、すっごかった、あ、そうなんや、感動した、そうなんや、すごいことやってるね、まだやっぱあれは見せなあかんってことか、見た方がいい、なるほどね、がいい、あのでっかい舞台にこうなんか台あってだけって分かれへんもんな、ね、もう流しとうだけかもしれない、そうや、あの人スイッチ押してるだけかなと思って、そう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 、ほんまにすごかった、あ、そうなんや、ほんまにすごくて、うん、1時間しはってんけど、うん、私も釘付けでずっと見た、面白いねや、まあまあいろいろやってんねや、めっちゃ面白かった、やってんねやろうなと思うんやけど、うん、でやっぱ手元見たいな、あれは手元見たらほんますごいで、いや職人そういうのやし、パフォーマンスとか表情とかも自然ですごい良くて、で7インチのちっちゃいレコードだけを回す人やねへブワー出してで両方ターンテーブル2つあるやん、同じ曲かけてさ、おうおう合わせてさ BPM 合わせて、おうおうおう頭も合わせてさ、おうそれをいじってとかする、へえ面白いな、職人芸やね、どうやってんのみたいな、うん、職人芸やね、すごくって回して頭合わせてとかする、へえどんだけ練習してんのみたいな、ほんまやなまあそれ思いつかなあかんしな、ほんでそのあどうしたのピーンってなってんの、ピーンってかわいいね、はい、そうすごい、あのDJ ココさんすごかった、へえ面白いな、うんうん、いやそうそう、ああいうあのそのパソコンの上とかな DJ さんっていうのは分からへんよ ね、 からへんよね、何やってるか、ね、からへんよ、ね、そういう意味ではハープとかな、まあ、バイオリンなんかもそうやけど、まあ、こうやってるとね、うん、分かりやすい、ね、やってるって、だから逆に言うとバッキングとかに行ってる時まで私が動いてしまうとみんなが目こっち見るから、うん、え今違うねんってなるよね、うんうん、今違うよね、ちょっとこうオーラ消す時あるよね、うん、そうそうそう、なんかあんまりこう入って持ってあげてしまうとさみんながこっち見ちゃうから、うん、いやいや今こっち、うん、あの人が、うん、あ る、 あるそれはあるな、分かる、ね、なんかダンスの人とやる時に難しいよ、こう、あそうやな、ダンスにやっぱ動いてるものに人間って目いくから、うん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 、だからダンスの伴奏になっちゃう、はいはいはい、それを、うん、それを求められてる時はいい、うん、BGM みたいだな、うん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 、だけど音楽の中にダンスが入ってもらうとかってあるやん、はいはいはい、ああなるほどね、演出として、うんうんうん、なんかそういう時もなんかこうダンスだけに注目いってしまうのはあんまり良くない場面もあったりして、なるほどね、うん、その辺を見せどっち見せるかっていうことですね、そう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 なんだよ、いやなんかでもあんまダンスとかってやったことないこともないんかな、うん、だけどなんか現代音楽とかってさ急にバレエの人出てきたことあったわね、うん、なんか全然どこが合ってるんか分からへんね、なんか雰囲気で抽象的に踊ってはった、なんか、うんね、なんとなくで踊りはってんの、踊ってはんねやろな、そう、うん、そう音大時代に私作曲の人と仲良くて、うん、そうめっちゃ手伝ってた、作曲も音大生めっちゃかわいそうでさ、うん、自分で用意せなあかんの、その演奏者の作ったやつを、
で、雇わねえな自分でな。そう、学生同士やからね、ほんまは雇わんでいいとか言うねんけど、まあ、でも雇わんとも集められへんから、うん、なんかめっちゃ手伝ってたわ。でも現代音楽やからなんかよう分からんの多くて、キーとかって言わせながらなんかやってたけどね、なんかそういうバレエついたりとかしてたわ。ね、確かにね、いろいろあるね。そうか、まあいろいろ大変なの頑張ってください。これポールダンス。ね、ね、どうなることやら。もうね、これあれやって、あの大井町ミュージアムキューブの02って前レコ発やったとこですね、伊集院が、ね、今年はその天満橋になるかもっていう話で、天満橋、あの楽器屋の2階がなんか新しくホールができたやんかって話に、まあ、ちょっとちっちゃめなとこやけどね、やろうかなって言ってます。はい、まあ、というわけで、はい、あ、すいません、いきなり終わりますがあの今日はちょっと春江ちゃん来てたんでね、あの関係があるっちゃあるのでね、あのちょっと出てもらいました。はい、ありがとうございました。はい、どういたしまして、はい、というわけで、じゃあ今日はこれで見てお疲れ様でございました。